本日はじゃがいもを練り込んだポテトフォカッチャです。皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画では旬の食材新じゃがを使ったパンを作ってみたいと思います。実はパンって小麦粉以外にも、他の粉とか穀物とかを使っても作れるんですね。で、今回はじゃがいもを使ったポテトフォカッチャを作っていこうと思います。フォカッチャ自体食事系のパンなんですけれども、じゃがいもが入るだけで食感が変わったりね、風味が変わったりするので、とても美味しいパンができます。私もこのポテトフォカッチャすごい大好きなので、是非動画を見て作り方を覚えてお家でもチャレンジしてみてください。それでは本編始まります。はい、それでは本日使う材料はこんな感じになってます。今回のポイントとしてはパン生地にじゃがいもをふかしたやつをね、練り込むっていう方法なんですけれども、今回使うじゃがいもは新じゃがですね。こちらきれいに洗っていただいて皮をむいて茹でていきます。やっぱり何しろ旬の食材使うっていいですよね。その時に一番美味しいものだし、栄養価も高いし、やっぱり季節感って大切にしたいですよね。新じゃがは皮が柔らかいので、そのまま皮付きのままね、茹でてもいいんですけれども、一応今回は皮を外していきたいと思います。皮がむけたじゃがいもは火が通りやすいようにカットしていきますね。それでじゃがいも入れていきます。根菜類は水から火通します。こちら火にかけていきます。はい、それでは茹で上がったじゃがいもをマッシュしていきます。これ冷めてしまうとね、じゃがいも硬くなってしまうので、温かいうちにこうマッシュしていきましょう。じゃあまたこれ後で使っていきます。はい、まずはちょっと大きめのボウルの中に少し温めたお水を入れます。その中にインスタントドライイーストを入れて、少しかき混ぜます。それではすべて溶けたところに粉を入れていきます。一応これ少しずつ入れていきます。で、その後お塩も入れます。で、少し手でね、こうなじませながら混ぜていきます。なじんできたら次の粉入れます。少しなじませて混ぜていきます。で、ある程度粉っぽさなくなってきたところでまた粉入れます。これで全ての量入りました。まとまりが出るようにちょっと混ぜていきます。フォカッチャあんまりね、もっちもちさせたパンじゃないので、そんなにこねないんですね。それでは生地にまとまりが出てきたので、じゃがいも入れていきます。練り込みます。じゃがいもも熱々すぎるとやけどしてしまうので、少し粗熱が取れて触れるぐらいの温度がね、いいと思います。で、こうボウルの中でこねてじゃがいもをね、なじませていきます。だいたいこれ50回ほどこねていくと、じゃがいものムラがなくなって、結構ね、生地まとまってきます。でもところどころこういうじゃがいものね、大きい粒感があっても食感としてはとても美味しくなるのでね、これもこねすぎちゃうとね、ちょっともちっとべちゃっとしてしまうので、このくらいでやめておきます。なんとなくね、じゃがいもが均一になったかなぐらいでいいです。ではこのまま発酵させていきます。で、乾燥防止でこちらラップかけてピチッとねして、でこちら発酵いってきます。はい、それでは1次発酵が終わりました。うん、しっかりボリューム出てますね。やっぱり練り込んだポテトも少し温かかったのと、やっぱり生地の温度がね、しっかりあった状態だったので、膨らみやすくなってますね。で、こちらもこねる動作を少なくしたので、表面はね、つるっと感よりもちょっとボソボソしてる感じはあります。でもこれが生地のね、柔らかさ、歯切れの良さにつながってきます。で、軽く表面に粉振って、ガス抜きしていきます。うん、ふわふわ。今回は 150g で分割していきます。それでは生地の分割ができたら丸く形を整えていきます。これも少しね、トントンと余分なガス抜いて丸く整えていきます。ふわふわもちもち。やっぱね、じゃがいもが入ると生地同士のつながりが弱くなるので柔らかい。やわやわです。でもこれがね、美味しい食感になるんですよ。全部丸め直していきます。例えばフォカッチャの場合は、一つ大きいね、塊のまま焼いてもね、いいと思います。まあ、今回ちょっと食べやすさ考慮してね、見た目の可愛さを考えて、分割して、一人一人にね、食べられるようなサイズにしていきます。でもこのパンこねるのも少ないし、形もすごい整えやすいので楽なんですよね。で、発酵もそんな長くさせなくていいので、とっても作りやすい。で、こちら休ませていきます。一応乾燥しないように布巾とかね、ラップとかかけておきましょう。今回このベンチタイムはだいたい30分ぐらいね、ゆっくり休ませて、この後チーズを中に入れ込んでいきたいと思います。で、今回ね、中にチーズ入れていくんですけれども、ビヨーンって伸びるビジュアルを重視したいので、モッツァレラチーズを使っていきます。今回のモッツァレラは生のタイプを使ってるんですけれども、別にこれ、なんかピザ用チーズみたいにね、スライスされてるドライのモッツァレラでももちろん大丈夫です。で、今回包み込みやすいように、ちょっとこういうね、小分けのコロコロっとしたね、ちっちゃいタイプ使っていきます。で、これ水分が多いと、パン生地がこの水分吸ってしまって生焼けの原因になってしまうので、どのパンにもそうなんですけれども、水分の多い材料に関しては余分な水気を切ってからね、包み込んでいきましょう。で、これ下の水捨てます。で、このまま少しね、成形の時まで置いときます。はい、そうしましたら休ませる時間終わりましたので、いよいよ中にチーズを入れていきたいと思います。すごいもっちり。これ結構思ったよりも手にくっつくんで、しっかりね、内子、手と台に振っときましょう。では生地を取って少し伸ばします。こんな感じ。お好みのチーズ入れていきます。で、包み込んでいきます。こうね、ググッと。で、つまみます。つまんだら、このつまみ目下にして並べていきます。おっとっと、なんかもうほぼ弾力がゼロですね、これね。柔らかい生地が。チーズ以外何が美味しいかな、これ。今回はちょっとね、伸びるチーズを用意してるんですけれども、ちょっと味の濃いめのチェダーチーズとかでもいいかもしれない。好きなものでいいんですよ、中に入れるの。じゃがいもだから、例えば、明太チーズとかね、美味しそう。何でもいいと思います。で、並べます。はい、それではね、すべての成形が終わりました。この後2次発酵だいたい15分ぐらい入れていきます。あんまりね、長い時間発酵させても、これガスを閉じ込められるほど、きちんとグルテンができてないので、ボリュームってそんなに変わんないんですね。なので、今回はちょっと短め。余熱が入り次第焼いていこうと思います。それでは2次発酵です。いってきます。はい、それでは2次発酵が終わりました。すごい、やばい、ちょっと膨らみすぎちゃった。焼いた時にくっついちゃうかもしれないんですけれども、まあ、剥がせるからよしとしましょう。で、焼く直前ですね。今回はオリーブオイルを塗っていこうと思います。で、このパンの表面にオリーブオイルがね、つくことによって、油って温度が上がりやすいんですね。揚げ焼きの効果があります。バリッとします、表面。だからこれはちょっとたっぷりめにつけます。ではね、これ指で5箇所ね、穴開けられたら、お塩かけていきます。で、好きな方はこの時お好みでね、ローズマリーとか上に振ってもいいですし、ハーブをね、乗っけてもいいと思います。この穴の部分にオリーブを入れてもいいかもしれないですね。そしたらじゃあこちら焼いていきます。よいしょ。で、焼きます。いってらっしゃい。今回高温240度でね、20分ぐらい焼いていきます。はい、それではパンが焼き上がりました。すげえ、うまそう。こんな感じ。おお。はい、焼きたてです。うまそう。ちょっとくっついちゃった。あちち。はい、それでは本日作ったのはポテトフォカッチャですね。で、生地の扱いもじゃがいもが入る分水分量が多くてまとまりが悪くなるんですね。ちょっとベタベタして大変な部分はあるんですけれども、出来上がりのね、味はもう最高なので、これから食していきたいと思います。さっき半分にね、ちぎったやつですね、食べてみたいと思います。いただきます。生地はとってももちもちしてて、で、歯切れもすごいんですね。サクッと噛み切れる感じで、上に塗ったね、オリーブオイルとか岩塩が香ばしくてとても美味しいです。味付けもすごいシンプルなので、なんかね、お食事と合わせてもいいかと思います。よかったら皆さんもぜひ作ってみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。他にもパンに役立つ情報とかレシピあげてますので、他の動画もご覧ください。それでは失礼します。